さあ行きましょう。続きエメラルドドラゴンでございます。北になんとかの洞窟があるっつって、そこの探索だよね。ちょっとお金がね全然なくなっちゃって不安っちゃ不安なんですけど、まあどうせまたすぐ貯まるかなっていう気はしてますけど、ただあのスロット難しいぜあれ。あの普段からスロットやる人はね得意なのかもしれないけど、あれなかなか500円ってさ結構なもんよあれ。ちょっとまあレトロフリークのさなんだろう、クイックセーブ機能使えばねお金かからなくてもいけるんでしょうけど、まあ相手そういうのは使わない。これかな、行ってみよう。バー塞がってるね、岩で塞がってる。どれ、わしの魔法で岩を吹き飛ばしてやろう、みんな下がっていなさい。すげえ頼もしいじじいだなこれ。ウィーエステスバリアード、ウィーエステスバリアード、大地に眠る火の力、我が杖に集まりその力を解放せよ。すげえ。ふうどうやらうまくいったようじゃの。さて先を急ぐとするか。もういつまでもいてくれバギンさん、いつまでも俺の元にいてくれ。100バルス、オッケー。あと400バルス。もうあのカジノのことしか頭にねないっていう。おっと、どうした？バギン、どうしたの？顔色が悪いわよ。少し力を使いすぎたようじゃ。すまんが先に出てくる。マジか。大丈夫？こんなところで一人で大丈夫ですか、バギン？ああ。おいおい、どうしたお前。まあいいや、何かあるんでしょうね。何かしら。ちょっと4人になっちゃったのは痛い。やなんか1人抜けるとさ、ちょっと待って、なんかすげえステータス上がってないこいつ。200なんぼって。わー、倒しきれなかった。オッケーオッケーオッケー。なんか4人から5人になると一気に戦力ダウンの感じがあるよね。1人抜けるだけでもこんだけちょっとなんか心細いっていうかね。えいえいえ、よし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 、数は減らしといた。すごいね、タムリンのさ献身的なこの回復がやばいね。2300減ったらもうすぐ回復してくれるからこれはありがたいぞ。えい、オーケー、よーし。あー、レベルアップしたかな。レベル割とあれだよね、サクサク上がってくれる感じだよね。いやー、道分かれてるな。あ、宝箱、ウィザード、大丈夫大丈夫。こっちレベルもねだいぶ上がってきましたからね、いいですよ。強くなってますよこっちも。ナイス、はい、ナイス、オッケー。めちゃくちゃ強い。スケルトン、はい、オッケー、オッケー、いいね。グレートソード、グレートなソードですこれ。グレートソード、主人公、まあハスラムで、チームとして長所伸ばすならハスラムの方だよねこれ。まあ短所を補うならアトルシなんだけど、まあどうせこれまた変えるようになるでしょう。よし行こう。おお、なになに、骨がでーん、人間の白骨のようだ。洞窟に踏み込んで生き倒れてしまった旅人のものだろうか。怖っ。これは、白骨の指にはめられた指輪に気がつく。いや、勝手に持っていくなよ。なんか怖いな。随分と古い指輪みたいだわ。あら、内側に何か刻まれているみたい。フィトマン、おいおい、君悪いから早く捨てちまえよ、そんなもの。そうだよ、怖いよな、これ。怖いよ。なんかやだよ、その。ねなんか気にかかるの。この指輪持っていっちゃいけないけど、ダメ、バッチ当たるって、これ別に構いませんけど。いやいやいや、これバッチ当たるんだよ、これ。
持ってくって本気かよ、変な女だな、まったく。変な女、いいじゃないの、ほっといてください。お妃を選びの時は変な女じゃない方を選び、お選びくださいな。できてるんだよ、これ。こいつら完全に。なんかやだな、その指輪。呪われてんじゃねえだろうな。怖っ。さあさあさあ、ハスラム先生お願いします。勝ってえな、カチカチじゃねえかよ。よし、ビーンボール、なるほどね、危険級か。あ、やばい、間違えた間違えた。この余計な移動っていうかさ、間違えた時のこの修正が効かないのがちょっと痛いっすよね。まあしゃあないっす。オッケー、よし、基本一本道だね。でも一本道っぽいな。よし、いいね、クリティカル的な感じかな今の。それともグレートソードの攻撃力なのかこれが。逃げる逃げる、はい、いいね、いいね、よし、ボスとかいんのかな。なんか、うわ、なんか道すげえ分かれてるけど、はい、妊婦のキノコ、なんだろうこれ、 MP 回復的なことなのかな。いやでも MP という概念なさそうだしね。あー、またまた間違えた、ちょっと操作が行き過ぎたね。ちょっとこう十字キーがさ、ちょっともうだいぶ劣化してこう硬くなっちゃってるからさ、まあ、新しいコントローラー使いよって話になるんだけど、ちょっと今辛抱して使ってます、辛抱して。うわー、はい、オッケー、いいっすね、いいっすね。まあまあまあ、味方が強いからっていうのもあるけど、敵は程よく手応えがあって、倒しきれないってことでもないから。どうだ、ナイス、いいね。お金どうなってます？ 382、 まだ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 ですね。100バルス、 OK、 ナイス。これはもう絶対回収したいやつ、100バルス。キラースコーピオン、こいつ勝てんだよな、防御力アップさせてくるからってのもあるけど、はいはい、ディア、どうだ、ナイス、いいね。こっち行って、ちょっと待って、宝箱あるぞ。宝箱がある。ああ、ちょっとしっけ。エアコンの影響のせいかね、なんかちょっと喉の調子はね、あんまり良くないので。ちょっと申し訳ない、ガラガラ声になる時もあったりもしますけども、水飲んでね、ちょっと喉を潤したりとかしてるんですけどね、ちょっと申し訳ないです。 OKOK、 いいね。さあ、この最新部には何があるのだろうか、気になりますけども、バギンはなんで来ないのかね。単純になんか力を使い果たした、なんかそんな感じじゃなさそうだよね。言い出しっぺもバギンだしね。なんか過去にこの場所でなんかあったのかな。ね、岩で封印したのもなんか実はバギンだとかさ、なんかそういうのもありますよ。おお、なになに、え、
不穏な音楽が、BGM が、タムリンまだ一番先端に立つね。タムリン、ここは？なんだ？ここで行き止まりか？そうみたいだね。すごい地底湖だわ。地底湖。洞窟の中にこんな大きな地底湖があったなんて。きっと涼しいだろうね。夏場なんかに来ると最高だと思うよ。なんかいたね。気をつけて、水の下に何かいるわ。何かがいる。ハスラム。危ないわよ、王子様。ファルナ、今まで通り名前で呼べ。名前で呼ぶなってなんか言われてたのにね。もう。何も見やしないぜ。おお、来るぞ来るぞ、これ。地震？ああ、落ちた。終わったー、これ。ハス、王子様。終わった、これ。やだ、上がってこない。そりゃあれだけ重装備だったらさ、上がってくるわけねえんだよ。鎧とか剣とか装備してたら。アトロちゃん、あそこ。タムリン、ファルナ、下がって。ファルナさん、さ、こっちへ。ああ、もうどうかね。いやー、王子様。王子様。たく、王子様ってうるさい女だな。お？おお、上がってきた、上がってきた。うわ、すげえ、なんだこれ、ドラゴンかな。王子様、それは。いいね、このシーンなんかオープニングだったよね。我が眠りを妨げし者、命のあるうちにここから立ち去るがよい。いい人間の言葉を喋った。さあ、立ち去れ、人間よ。お待ちください。もしあなたがエメラルドドラゴン？エメラルドドラゴン？伝説のみたいな。みんなそこから下がれ、危険だ。いやー、どうなるんだろう、これ。アトルシャンもドラゴンなんのかな。ブシュルルル。アトルシャン、早くそこから離れるんだ。アトルシャン。人間が、なぜその名前を？お前は一体。ドラゴンチェンジ。いや、いいね。ああ、もう、見せちゃったね。正体を。そうか、竜の子か。だが、無理をするでない。この地で竜であることは呪いを受けることとなる。たとえ銀の鱗を持っていたとしてもな。ちょっと周りのハスラムとかのリアクションがなんもないけど、どうなんすかね。エメラルドドラゴンよ、我が名はアトルちゃん。成長を汚す、汚す、魔の力を食い止めるため、どうか力をお貸しください。そうか。だがわしはエメラルドドラゴンではない。我は銀竜。銀竜、持てる魔力の全てで銀の鱗を作った。ただの古竜に過ぎぬ。古竜でいいのかな、読み方合ってんのかな。いにしえの竜的なね。ではエメラルドドラゴンは一体？エメラルドドラゴンは、まだまだ会えない。え、死んだ！死んじゃったの？そうなの？もうこの物語終わりじゃん、もうこれ。会えねえのかな？え？聞け、銀の鱗を持つ竜の子よ。エメラルドグレイスを集めよう。エメラルドグレイス。聖地に散らばった5匹の古竜が秘宝エメラルドグレイスを探し出せ。ほう。なるほど。5匹の秘宝、あ、5つの秘宝とは？銀の鱗。おお。紫竜の水晶。黄金の牙。黒竜の爪。赤竜の角。ああ、これを集めればいいのか。5つのエメラルドグレイスを集めたとき、人間と竜族は奇跡を見ることになる、なろう。なるほど。で、この銀竜が銀の鱗ってわけだ。まあ、待ってください。魔王を倒すにはどうすれば。何でもかんでもね、ちょっとこう、ねだりすぎじゃねえか。秘宝エメラルドグレイスの力を解放することができれば、魔の力など物の数ではない。なるほど。ラガースの加護により、エメラルドグレイスが我が竜の子の手にあらんこと。とにかくまずそれ集めろってことだ。ねえ。
アトルシャン、タムリみんな行こう、エメラルドグレースを探しに。行きましょう。いやすげえ、ってびっくらこいたみたいな感じじゃないのかな、この二人は。ねえ、はぁみたいな、アトルシャンお前みたいな、それがないのか、これは。うーむ、まあそれが魔王を倒す一番の近道って言うんなら付き合ってやるか。オッケー、ありがとうみんな、よし行くぞ。オッケー、ここでようやくというわけじゃないけど、一つの目標っていうか筋道みたいなのがちょっと出来上がりましたね。はい、まずは5つのエメラルドグレイスを求めて旅するっていう目標ができました。まあ1つは持ってんだけどね、ツールじゃないアイテム、これか、銀のウロコ、これエメラルドグレイスの1つ、石場の呪いから身を守り人間に化身する、これがまず1つよね。ってことはあと4つ、あと4つか、長い旅になりそうな気がするなこれな。まあまあまあ楽しんでいきましょうね。オッケー、今のところすごくこうなんていうんですかね、楽しんでできてますから、僕もモチベーション高くできてますからね。この世界観結構好きですよ。アトルシャンがね、割となんだろう、中二病的な感じのね、熱血感主人公っていう、ザ主人公みたいな感じの性格だけども、まあまあそれはいいとして、この世界観はね好きですよ。人間と竜と魔軍みたいな、いいですね。オッケー、でもですよ、でもですよ、他のそのエメラルドグレイス5つの秘宝がですね、他どこにあるのかっていう情報は今つかめてない。まあ次の街とか行ったらなんかつかめてくんのかな。はい、よし、オッケー、ではレベルアップしたね。オッケー、かなり強くなってきてる。1本の動画でレベルかなり上がるんじゃない？ 2 つ3つぐらい上がってんじゃない？ 2 つ3つはさすがに行き過ぎかな。でも結構レベル上がってるよね。これはもう早々にハスラムに追いつくぞ。これ HP マックス4桁いったね、アトルシャン。いいねいいね、成長著しいですよ。そういえばさ、バトル中ドラゴンチェンジってできんのかな、ちょっとやってみたいね。一回やってみるか。おお、食らってる食らってる。どうすんだったっけ、ドラゴンいきます。オッケーオッケーオッケー、全員撤退するんだ。なるほど、 HP 全開になって、全体攻撃が、おお強いじゃん強いじゃん。あ、なるほど、その分ちょっと反動があるんだ、ダメージ食らうっていうか。でもさ、この後タムリンが回復してくれるんだったらこれガンガン使っちゃっていいんじゃねえのと思うけども、どうなんでしょうか。数多い、敵の数多い場合は使ってもいいんじゃないのって気がするよね。どうなんだろう。 OK、 タムリンレベルアップ、まあいいや。あ、そうそう、あの指輪ってなんかあったのかな、装備じゃないな、アイテム、指輪、これか、あ、違うな、密書だもん、違うもんな、これだ、フィットマンの指輪、オビングストンの洞窟で白骨死体のはめていた指輪、ファルナが見つけた。なんかファルナ的にはこう引っかかるものがなんかあるんでしょうね。なんか見たことあるとかさ、実は見たことあるとか、知ってる人が持ってたとか、
なんかあるのかもしれない。まあまあ今後の展開次第ってとこですよね。よし、面白いね。なんか小説とかなんかね、映画とかなんか見てるようなそんな感覚になる。おっと、いない、ジジイいない。おや、バギーが見当たらないぞ。大切な杖だけ残してどこへ行っちゃったのかしら。バギーの杖、そう、いねえな。バギーほどの男に何かがあったとは思いがたいが、疲れても、疲れて街にでも帰ったのかしら。なんか知ってるんじゃねえのねえ、ファルナ、ファルナだっけ。とりあえずキルデールの街に戻ってみるか。なんか知ってんじゃねえのか、この洞窟とバギーの因果関係ねえ。なんか怪しいぞ、気なくせえぞ。よし、ちょっともう一回やってみようか。ドラゴンチェンジHP が不足しています。マジか、800でもダメなんだ。全開じゃなきゃダメなのかな、もしかして。そういう縛りがあんのか。おそらくそうだよね。これ回復アイテム結構重要になってくるかな。リビングスタチュー、名前長えな。はい、あ、金いってますけども、 OK。 よし、よーし、 OK。 ちょっと一回試してみる価値はあるよね。ツールヒールポーション使う、もう一回か。よし、ちょ、前回まで持ってって、多分前回じゃなきゃダメとかってことなんかな。どうなんだろうね、ダメージ受けてたらダメなんかな。ドラゴン、いやー、そうだよね。これ頻繁に使えりゃさ、そう、便利は便利だけども、あれか、もうちょっと、炎の吐く、あれか、射程まで行かなきゃダメなんかな。ちょっと何言ってるか分かんないよね。最後炎吐いたけど、あれ敵にこうヒットしてないと多分ダメージ食らんねえとか、なんかそんな感じだから。800、やっぱ HP 半額持ってかれるみたいな、そんな感じだと思いますけども。ボス戦なんかで使っても面白いかもしれないですね。うん、さあ戻ってきました。お金貯まってる、800。うわー、1回しかスロットできねえ。戻ってきたはいいけども、こういう時バーか、バーに行けばいいのかな。まあこの辺変わってねえな。おー、ちょっと待て、オビングストーンの洞窟の他に、もう一つこの辺りには洞窟があるんだ。スロー氏の洞窟といって、魔導力を高める秘宝があるって昔から言われて、ああ、マジ、それあれじゃない？グレイスじゃないの？違うかな？あ、いなくね？いないな。ちょっと、ハゲたジジイ知りませんか？ハゲたジジイ。あ、いや、来た。あんたらと一緒にいたジジイは昔見かけた。魔軍の手先の男にそっくりだ。さっさとあっち行けよ。魔軍のことを思うと酒がまずくなるんだよ。なるほど。連れのご老人が見えられて、スロー氏の洞窟のことを尋ねて行かれましたが、この町から南に行った山にスロー氏の洞窟があることをお教えしたんですが、理由はわからないが、バキンはその洞窟へ向かったようだな。魔軍の手先だった説、ここで浮上してきましたよ。そりゃそうだよね。あれだけの魔力どこで手に入れたのって話になるけど、ここキムデールの酒場にあんたたちと一緒だったじいさんが入っていった。真っ青な顔じゃった。年寄りに無理させちゃいかんの。なるほど。そのもう一つの洞窟か。ちょっと宿屋泊まります。泊まることのメリットってちょっとわかんないですけど、あるのかないのか。まあでも宿屋あるってことはなんか意味あるんだろうね、これって。
はい、ちょっと止まろうか。うん、まあこれで全開か。よし、じゃあ南のそのもう一つの洞窟行きます？行きますか。よし、マップちょっと確認しよう。マップ南だっつってたけどね。マップはい、あの矢印のとこに向かえばいいってことだよね。よっしゃ、行きましょう。おっと、縦看板ある。北キルデール、南西アーバスの砦、南東スローシュの洞窟。オッケー、南東をねオッケーオッケー、行きましょう。えい、いいね。なかなかでもあれだよね、 HP 全開でドラゴンチェンジ難しい縛りだな。あれか、回復、他のキャラで回復させておいて。いやだ、だってダメ、殴られてダメージ食らったらドラゴンチェンジできねえんじゃねえの。いや、わかんないですけどね、わかんないですけど、全開じゃないとできないのか。もしくはまあ全開じゃないにしても、もう9割ぐらいとか9割5分ぐらいとか HP ないとできないとかね、ドラゴンチェンジできないとか何かしらあると思うんですけど、なかなか難しいよね。そうなると敵の懐に潜り込んでドラゴンチェンジってちょっと厳しい条件が。まあまあまあいいでしょう。おお、いいね、バックドロップ。いいね、これバギンよく使ってたやつだこれ。全体のね攻撃、全体攻撃うまく使ってほしいですね。 OK、 いいねいいね。ファルナの声エロいな、ファルナの声エロいな、いいね。よーし、 OK、 あーこれか、これか。よし、じゃあ今回ここまでにしときましょう。尺もまあちょうどいい感じではありますので、はい、 OK。 よーし、じゃあ次回はですね、バギンの後を追いかける形になります。はい、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。